高木真備は鉄板、相手探しのレース。正直当たってもあまりクラスにならないような気はするが、鈴木、山原あたりが甘く絡んできてくれれば。ガールズは予選の2、今打勝です。前に変わっていくか、いや5番高木は2番手、前々行ったのは3番の増田哲香、そして5番高木真備は後位、じっくり回って、さあ相手を警戒しながらですが、残り1周を切っていきます。さあ今日は先行思い切っていったのは3番の増田哲香、その2番手から早くも5番高木真備がかわしに行くか。最終2コーナー手前、5番高木真備が先頭に変わってきました。その後ろ続くのが2番の鈴木奈央、最終バックを通過。あとは7番の尾形真央が追ってきている。その後6番車は大久保佳林。3コーナーから4コーナー、さあ先頭は5番の高木真備、あとは2番の鈴木が食い下がってくる直線コース。さあ先頭は決まりのようなレースではあるけれども、そこはね、何かないかと見つけないとということで、小林莉子が佐藤の後ろにずっといて最後にチョイスし、これくらいしかないかな。6番佐藤美奈はどうでしょうか。今じっと構えて後方前の様子見ていますが、打勝で前は5番の柳原、その後ろは2番の奥井文、そして6番の佐藤美奈、一気に発進。打勝の4コーナー回って残り1周回、佐藤美奈が先行勝負です。6番の佐藤が行っています。そしてその後ろ2番手追走、1番は小林莉子、あとは差が開きました。3番手以下は差が開いてしまっていますが、4番の荒牧が前を追ってくる。最終バックを通過、先行しています。6番の佐藤美奈、その後ろ2番手食らいついて、1番は小林莉子、その後は差が詰まってくるか。4番は荒牧里美、3番の坂口風花、直線コース。6番の佐藤美奈、今日も強い、押し切って5輪連勝です。やっぱり強い選手は強いということで、いまいち調子の上がらない児玉だが、前日ひどかった分、ここは勝ってくれるだろう。いや、勝ってくれ、勝ってくれないと困る。これ1周半の地点です。今打勝ジャンが鳴っています。2日目最終レース、前々からは2番の太田美穂、そして5番の石井博子追走です。後ろからはどうでしょうか。1番の児玉葵は構えていまして、今日はまくりになりそうです。残り1周を切っていきます。2番の太田美穂が先行、風を切っていますが、6番の梅川風子も来ている。ここで前変わっていくか。2番の太田美穂と6番の梅川風子、その後からは5番の石井弘子、まだ1番の児玉後方ですが、児玉まくっていく。最終3コーナー激戦模様ですが、まだ6番の梅川風子前にいる。そして5番の石井弘子、今日も1番の児玉は苦しいのか。その後7番車は太田理由、直線コース。さあ先頭は前変わった5番の石井弘子が先頭、ゴール。6番車梅川風子、7番は太田。ここは1番比嘉と2番内村の争い、3着だが3番佐々木が来ると安すぎるので、佐々木だけは外す。他の4人なら誰でも OK。 4番宮本が上昇です。今金が入りまして3コーナー、1番の比嘉その外を通りまして、7番の猪子が前を切ります。そして4番の宮本も位置を上げて2番手入りました。さあ4番の宮本が思い切って先頭に立ちまして、ラスト1周1コーナー、1番の比嘉追い上げて2番手入りまして、2番の内村その後ろ3番手、そして4番手の位置に7番の猪子、その外6番の日野、そして後方に5番3番といった体勢。残り半周切っていきます。先行しますのは4番の宮本、そして2番手からは1番の比嘉が前へ踏んできました。乗っていますのは2番の内村。さあ人気を背負ったこの両者が前へ変わってきそう。最終コーナー回りまして直線コース、1番の比嘉、そして追い込んできましたのは2番の内村。2番の内村にゴール前変わりまして、2番の内村、中心は3番大高の番手で運べる、1番石川、ここから組み立てる。近況もいまいちな渡辺、ノイの神奈川コンビは軽視。先頭は4番の松本拓也、後ろからラインを抑えていく形です。4番の松本中段しきりに後ろを振り返る5番の渡辺薫、
やや牽制もありますが、3番の大高が5番手から最終ホーム一気にかましていきまして、レッマークは1番の石川、7番の黒川が離れまして、さあラインの3つ横に並んで3番の大高が一番外を通って先頭に立ちました。3番手で5番の渡辺香織、野井に迎え入れられています。最終バック、その後が攻め合い、2番の辻本と7番の黒川絡んでいます。前は福島勢のペース、あとは神奈川勢の反撃が直線でどこまで届くでしょうか。先頭3番の大高翔馬、初勝利か、ゴールイン。